前回の放送でロケで流したボーリング対決の結果があるんですね。あ、ありました、ありました。それはボーリング VS 近藤副社長っていう対決があって、ボーリングで CEO を決するっていうのがあったんですね。負けた方が24時間なんかするっていう、はい、はいはい、言ってましたね、はい、で、それで多分どちらかがやるってなったんだけど、はい、末さん負けたんで、はい、あ、末さんが負けた、そう、完敗でした、本当に、あ、はい、負けたんで、もうビタ一問勝ち目はなかったですね。ああ、もうした、ああ、あ、すいません、あのメイン MC にそんなことやっていただいて、いやいやです、ね、で、だから曽谷さんが何かをやるってことになったんですね。そうです、はい、でその内容の VTR を副社長にもらってるんで、はい、多分曽谷君に来てもらって、はい、一緒に見た方が、あ、なるほど、はい、本人に内容知らないよね、じゃあね、聞いてない、あ、曽谷さん本人にまだ内容が伝わってないと、だから曽谷君来て、はい、あ、じゃあ皆さん曽谷君来ます、はい、じゃあ、曽谷さん、自分が座る、椅子を持ちながら来てください。はい、曽谷さん、はい、曽谷さん、椅子ないんで自分で見てください。なんか、納品書なんすか、何の納品書ですか、大丈夫ですか、何の納品書ですか、なんだろう、わかんない、わかんない、あ、自分の椅子をちゃんと持って自分でお願いします、椅子は、セルフじゃなきゃ、ずっと立って喋んなきゃいけなくなりますよ。曽谷くん、近藤さんからたい焼きもらったんだけど、食べます、あ、これあんま嫌いなんだ。そうなんだ。ワイルドーズ。はい。あ、ちゃんと。はい。はい、はい、自分で椅子を。はい。須田学さんでございます。逆。はい。ちゃんとここから。あ、で、あれだ。これで、これにつなげばいいんだね、1個ね。はい。これで、その V が。1個、そのイヤホンをつなげば V 見れる。お願いします。はい。よし。じゃあ今の時点で曽谷さんご本人が何をやるかは聞いてないということでございますので、でも近藤さんから V 取れてるんですね、我々ね、はい、やります、そもそも、あ、それはやはりやらないと前回ああいう結果になった。どうする、やめる、なくてもよ、でも今だったら近藤さん見てなければ、まあ、見てるか、見てるんじゃないですか、絶対見てないでしょ、見てないですよ、こうやってこうね、やれよって書かれてる、差し入れ持ってくるぐらいですから、誰かにやれよって書かれてる、副社長のやつはモチベーション相当高いと思いますよ。やれよって言ったら本当さんですかね、両耳をさせて、はい、そう両耳をさせてますよ、何が見てください、両耳をさせてます、それはバカにしてる うちのアレハンドルがバカにしてます。お前やつ耳ないじゃん、どうするのそれ、聞こえてます、大丈夫ですか、入ります、入ります、入らないで、つけれないやつじゃん、それ、はい、じゃあ、それ、そう、今から見るんですか、 V 見ましょうか、はい、わかりました、じゃあ、近藤副社長から届いた V でございます。やっぱり、なんで両耳、お前、ママとボーリング対決、俺に負けたけど、今日から、今から、罰ゲームして24時間、何をするか、よく考えてきたよ。まあ、お前、まあ、俺、これこの罰ゲームに関して、一応大田区のさ、成功祈願っていうのをね、一個考えてるから、24時間あのドミノやってもらいます。ちゃんとドミノを並べて、最後全部倒れて終了だからね。あ、これ終了したらもう20時間やらなくてもいいから、24時間以内にこれを成功させる。あ、ドミノもじゃあ、あと俺24時間も入れないから、お前のために時間なんか取れないから。まあそうでしょう、まあそうでしょうね、今から俺の代わりを用意してるから、あのこの男が今から俺の代わりになるから、俺の代わりになるとこいつがこれから近藤修司だからな、まあ、後輩とか関係ねえから、練習生だよ、まあ、近藤修司のことは絶対だと、それ近藤主人の言うことは絶対ですね、自分のとこがすごいね、この人、おいさ、ここから俺が近藤主人だ、あんたに言うこと聞くんだぞ。いや、どう読みだ、どう読みだ、誰かの、あれは弟だろう、これ誰か、近藤主人ですよ、どう見ても練習生の誰かの弟だろ、はい、というわけで、あの方が近藤主人さんですね、なんかちっちゃくなりました、ただ近藤さん大爆笑してましたけど最後、まあ近藤さんが言うには、何、24時間以内にドミノを、そうですよね、はい、24時間ドミノって言ってましたよ、はあ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 、でもそれでも24時間そんな時間かかんなくないですか、ドミノなんて、まあ早くやればね、じゃあちゃっちゃと終わりにやって、うん、終わりにする、でまあダーッてクリアでバッてやったら、うん、っていうことですよね。でもせっかくだからあれじゃない、なんか模様かなんか作った方がいいんじゃない、まあ、そういうあれは必要ですね、まあ、言っても24時間は、まあ、
かからないですよ。まあ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 、まあ、でも、うんうん、だって24時間なのではどっかつくよな。もう成功祈願みたいな話してたんで、はい、まあちょっと僕なりにちょっとね普通にやってもあれなんで、やっぱ美術部、美術部、うん、少しやっぱり美術部ちょっとバーンってやった時に綺麗に、うん、でこれ罰ゲームでいいんですか逆に。もう近藤さんがそういうふうに言ってるからいいんじゃないですか。まあ、正義まあ、おお、ほら、あ、近藤修司がどうした。なんだね。おい、そや。今から貴様に24時間ドミノのルールを説明する。ルール説明。ドミノを24時間以内に成功させろ。成功するまで部屋から出るんじゃねえ。これは大田区大会成功祈願のために行う企画だから必ず成功させろ。以上だ。ちょおい。あ、近藤さん。近藤さん帰っちゃった。近藤さん。近藤じゃねえだろあれ。完全に完成させる。不適切練習生いいなこれ。不適切練習。24時間以内に完成させればいいって言うんだから、まあ割と急げば普通にできそうですねこれね。でもあれだね、なんか出ちゃいけねえとか、え、体育館が出ちゃダメってこと？そう、だからやってる最中はもう部屋から、うん、あの部屋から、その並べる ところからはもう出ちゃいけないっていうことなんですよね。あら、ね、トイレどうするんですか？その場でするしかないですねこれね。あ、それからじゃあ携帯用トイレ持ちきるんだよ。うん、おまるとかもしあるようだったら。携帯でさ、台の方はどうするんですか？おまるで。おまるですか？さっきの近藤さんにちょっと確認してもらっていい？あ、そこは近藤さんに確認してもらっていい？お前一番確認しやすいんじゃない？それは何を前提にそれ言ってるか分かんないですけども。ってことはね、多分ね、どっかにね、アマゾンから荷物届いてたんですよ。アマゾンから？あんなとこにアマゾンの箱がご用意した感じですか？アマゾンの箱がありますね、あそこにね。はい。え、あのアマゾンの箱にどんな財布が？あ、多分これですね。これですね。はい。これで作れと。Do me のですよ、Do me の。これが。じゃあ、これを全部並べればクリアっていうことかな、これは。そうじゃないですか。ですね。まあ、そうでしょうね。並べれば終わりですよ。そうですよ。並べれば。そんなね。割と楽ちんですね、これね。じゃあ早速始めましょうよ。クソ屋さんが早く帰れるように。しゃ、やりましょう、うん、ちゃっちゃと終わりにしましょう。もうこれはどこでやるんですか？これは多分上の広場の方ですね。ああ、広いところで、はい、体育館ですか？あの段ボール箱に入ってるドミノすべてを並べて、そしたらもう並べて倒すまで。そうですね。それが多分途中で止まったりとか。ああ、そっかそっかそっか。途切れたりとかしたら多分ダメ。出しておくでしょ。全部倒れたら OK と。なるほど。ああ、もう完成品がバッてできればいいと思う。そう。あ、でもそれがあれじゃない、まだ美術部だから、なんかね、綺麗な模様とか、うん、なんかあるじゃないですか、うん、真ん中からこう、ファーって花になるとか。そう、花がファーって。こう倒れたらレスルワンのロゴが出たりとかね。完成したらアレハンドルマスクが出てくる。あ、それお願いします。何？アレハンドルの模様を作る。じゃあ俺も手伝えよ。じゃあ24時間で、これは手伝えます。アレハンドルは24時間止めようで。これは。これが予防するな、お前も手伝い。ボーリング負けた罰です。いや、けどこれもほら、人の手を借りちゃやっぱまずいやつでしょ、近藤さん的には。近藤社長から怒られますか？一人でって返した。一人で。まあ今、V には言ってなかったですけどね。だって近藤さんが今さっき出てっちゃったから、どうしようもないよね、これね。まあしょうがないです。じゃあ、ルールに関しては自己解釈でちょっと始めましょうよ、じゃあ。じゃあ、行きますか。はい。お願いします。お願いします。行きましょう。さあ、和製ディックスネター、曽山ダブが今から、はい。ボリドラ全部持って自分で持っていきます。アマゾンの由緒正しきアマゾンの箱を持って行ってらっしゃい。いや大変。いやけど大変。開けることできます？大丈夫ですか？自分で開けて。ここから罰ゲーム始まってます。そうすでに始まってますね。さあ明日は。はい。ああ、いよいよ。これは楽しみです。楽しみですね、はい、これね。そうですね。はい。だから、ちょいちょい、ね、ロケ V 見た後とかには、ちょっと上見て、見えたりしたりですね。はい、あ、そうですね。ドミノ会場の方、お願いしますって言って。あ、じゃあちゃんとそこにもカメラさんに行ってもらって。そうですね。アレハンドルレポーターが行ってもらって。アレハンドルレポーター。現地のアレハンドルさんっつって。ほら、じゃあそうやって呼びますんで。はい、じゃあ、はい、行きますね。聞こえてきたらちゃんとカメラチェンジしてお願いしますね。はい、現場中継します。現場中継する。はい、ただ、ニューロさんの大好きなやつが、今、上で、第二会場でドミノやってるんですよ。ちょっと行きます。何ドミノって。一応、罰ゲームという形で。近藤さんと僕に24時間やるってなって、その時に近藤さんが、そりゃお前あれよみたいな、
で、いや、嫌ですよ、近藤さんやってくださいよって揉めて、最初にボーリング対決で、うん、負けた方が何かやるって話になって、ドミノやってんの？今24時間、近藤さんの指令でドミノ、アマゾンの段ボール箱いっぱいで送られてきたドミノを全部並べて、はい、全部無事倒れたら、無罪放免、はい、今、多分、曽谷さん今頑張ってる最中で、応援しに行く、だから一回顔出しに行った方がいい、応援しに行く、いいっすよね、これお願いします、いいの、はい、はい、じゃあ、今、ですもしかしたらやってないんで、ちょっとサボってる可能性もありますからね、うんうんうん、ちょっとワイプで見てみますか、ワイプで見てみますか、ね、はい、そんなことできるのさすがね、でも、ニグロさんのことほら、それも結構ほら、ね、慕ってる、そうですね、慕ってる、曽谷氏、うん、曽谷氏、おー、やってるやってる、やってんじゃん、お、並べてる並べてる、応援しに行こうよ、うん、あれ買ってた方がいいかな、何ですか、ガリガリ君それ今日いません、今入院しております、あれ伊藤か、はい、大丈夫、それは大丈夫です、じゃ行きますか、行こう、ちょっと行ってみましょう、あ、やってるやってる、それはスケート見てますか、スケート、並んでる並んでる、それはスケート見てきた、スケート、それが大好きなスケート見てきたぞ、マジか、バスケです。あ、それバスケでもない。バスケでもないです。球技はダメです。球技はダメです。手伝ってもいいよ。おお、どこどこでもいい。手伝ってもいいよ。ドミノを並べる。でもこれあれだけ入れたもんでしょ。枠だけです。あれ、数がないんですよ。あ、そうか。色が結構、カラフルなんですよ。色バラバラになっちゃう。色んな色あるけど、はい、
いろんな種類ですね。だから、外は黒にして、中色変えるのが私のほら。うわぁ、すげぇ。いた。え？黒いっぱいあるの？知ってるよ。それがよく一緒にかかるんだよ。黒に、こうやって、じゃあ、色を。あ、色ごとに？はい、多分こっちの方が。色を？はい。なるほどね。早く行ったよ。あ、でも大きい袋に入れてったらいいんじゃないこれ。はい、青い袋なんですか。青い袋に入れてたことだな。今青い袋、あっ、ちょっとボール、ちょっとちょっとバランスボールが、お、これが球体禁止です。あー、バランスボールが勝手に、これが球体禁止でお願いします。はい、わー、どうした、どんどん球体が飛んでくるんですけど、これどういうこと。なんでこんなに球体ボールあるの。今日に限ってなんでこんなにボールあるんですか。ちょっとそうですよね。お願いしますよ。もうちょっとで終わらせようよ。やっぱ黒が足りないですよ。それはさ、色ごと。いや、あれは何やろ、その右色。あ、右色。青い黒に多分いっぱいあるんで。それさ、これ一個投げていい。そういうものじゃないです。今日ガリガリ君買ってこなくてごめんね。ガリガリ君担当者がいないですから。これ大丈夫なの。ねえ、こけてますか。すごい面白い。はい、あ、もう日付が変わりますね。もうそろそろ何食ってんすか。いや、だってお腹空いてるもん。だってずっとここで喋りっぱなしだから。いやー、よし、うん、はい、今コロさん今席外してましたけども、はい、アンファンタイムは非常に盛り上がりました。そうですよ、ちょっと僕手伝ってきましたから、うん、視聴者の皆さんにも喜んでもらえたんでよかったんじゃないかな。ありがとうございます。はい、思いますね。いやー、はい、どうでした上の状況は今。だいぶみんなの大田区成功のために、リーダーのもと頑張ってましたよ。みんなで手伝ったんですね。はい、だからもう一回見に行ったら結構面白い形になってるかもしれないんで。おお。多分上行った。多分それも、はい、みんなもいるんで。うん、最後ギリギリにたい焼き持っていきましょう。行きましょうかね。じゃあね。うん、じゃあこの後タイムテーブル的には筋肉マンスタンプラリーが始まるんですけども。はい、だけどまあちょっと最初5分ぐらいちょっと上に行って。うん、今現状の8日で。8日、9日、2日だったんですけど、8日で暗号しました。ごめんなさい。8日でどれくらいできたのか、今。はい。12時の段階で、3時間でどれくらいできたのか。3時間経ちましたからね。見に行こうかなと。じゃあ、行ってきますね。はい。はい。ああ。それどれくらい進んでるのやら。あ、飛んでくる、来てる。お、あ、結構増えてる、増えてる。へえ。さっき僕もやったっすからね。はい。さらにルール一つ言わせたけど、このドミノは邪魔が入る。
そう簡単に近藤様は返してくれないと邪魔が入る。おおおおただ、はい、あの、大丈夫そうだよね。まだ立て直せる、まだ立て直せます。まあ、あの、これからスタンプラリー、ちょっとね、はい、スタンプラリー、これから、あの、スタンプラリー、あの、地獄のスタンプラリー、今から披露します、スタンプラリー。だから、もし、もしあれだったらスタジオ待ってるから。いやいや、こんなに…ハリキ、ハリキ、ちゃんと直しました。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。じゃあ、俺、スタンプラリーはちょっと、スタンプラリーやるから。はい。気をつけてください。はい、じゃあ引き続き皆さんよろしくお願いいたします。僕は、ま、あの、僕はっていうのはおかしいですけど、あの、待ち事故でしたから、はい、兄貴すいませんと謝ってまいりました、本当に、心の広い兄貴はね、なろうとか言いながらも、許していただいたその矢先に、ひどいことが起こったというのを今ご覧になっていただきましたね。河野さん、河野さん、はい、河野さんと一緒に帰ってまいりました。いや、僕は近藤さんのスパイではないですからね。ありました、はい、いやー、ちょっと僕が兄貴の並べたとこ倒した時はちょっとさすがに罪悪感あったんですけど、それを吹っ飛ばすような出来事が今起きてしまいましたね。そうですね、あれが近藤さんの言うところの試練というやつなんでしょうか。そうですね、で練習生であれぐらいのレベルですからね、近藤さんができたらこれは怖いですねこれは読めない、読めなくなってきましたね、これでね。はいはいはい、はい、いやー、ちょっとこれ普通に並びました。ただ実際言うと、僕並べたあの紫のところはね、あの、全然壊されてなかったんで、ちょっと僕ホッとしてます。ホッとしてる、あの、そやとか、立花がやったとこ壊されて、僕の方結構無事だったんで、あの、ちょっと、なんか別に僕はまあ、あの、メイン MC さんのとこもね、被害なかったですからね、ね。いやー、兄貴のとこと、あと、そやさんのとこですね。そう、そやがやってた真ん中のところらへんが、なんかすごくなってましたね。近藤さん、恐ろしい人やでと。いや、本当恐ろしいですね、レスラーの副社長さんは。そうあんな方がこうプロレス団体の副社長やってるって、この現実が僕はびっくりですよ。すごいですね。うん、これはね、練習生やりすぎだろう。そうですね。はい、ということで、まだまだ、このドミノ、並べるのが続いていくわけでございますけど、今の時点でもう、あの、明らかになったのは、曽谷さんはこれは終電では帰れませんね。もう。ああ、そうですね。はい、もう最初ここを出た時は、今からやれば終電で帰れる。あと30分ぐらいしかチャンスないですもんね。そう、もう無理でしょうね、終電は。なったから飲もうぜ。大丈夫なの？飲んでください。
ャンケンで負けたやつだ。なんだよ、お前、神様からもらったもんねえって言うの。ほうほう、確かに。神様って言ってたろ、あんな坊主の神様いねえよ、まあ、ちげえよ、近藤修司からって言ってた、副社長からって言ってたじゃねえか。副社長からお前、神様なんだろ。神様って、お前、俺が飲む、お前らの後輩だぞ、今。はい。どうぞ、お前らのことなんですよ。なんでだよ。神様が、信じられねえよ。俺の先輩だろ、うん、ってことは俺の後輩はお前らじゃん。お前らその順序的に次それされたんですよ。じゃあ、じゃんけんでいい。じゃんけんいいぞ。じゃんけん飲む。じゃんけんするか。行くか。最初はグー、じゃんけんほい。おぉ、これ大丈夫な水なの。そもそもそれで、あんな坊主が持ってくる水なんか信用できるんですよ。だってお前さ、普通、まあ、兄ちゃんの兄ちゃんに透明なの。絶対一回あげたらあれだ。開いてんだ。気持ち黄ばんでるような気するぞ。開いてんだ。ただ気持ち黄ばんでるぞ。ただ大丈夫かよ、それ。実際さ、一口飲んでもらって。で、なんか浮いてる。え、浮いてるってなんだよ。じゃんけんじゃんけんじゃんけんよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお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 どうする？ワイルドだもんな。ワイルドな男嘘つかねえ。よし、行くぞ。グーだもんな。よし、最初はグー、チャキポイ。おしゃーれー。おしゃー。なんだお前。ちょっと待った。なんだお前。ちょっと待って。なんだお前。なんだお前。お前らおかしいだろ。チョキで出す。グー出す。パパパパ。お前ら後輩なのから俺、なんでお前に来るだよ。お前らなんでパーだ。じゃんけんしろ。じゃんけん、じゃんけん、しろよ。ら父さん、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 やばいやつだろ。お前、さっき髪型バケツ持ってきたぞ。マイク、マジやばいよ。ほんと大丈夫なやつ。なんか変態ですよ。行けよ。ワイルド何でもいいよ。とりあえずこれ、ドミノチームで、ドミノチームで。行くぞ、ほら。な、よし。何もすんの？大丈夫、大丈夫。とりあえずもう、時間もないから、行くぞ。じゃあ、それでは、ほら、3対21。しょ。大田区総合大会向けて、行くぞ、お願いします。よし。よし。よろしくお願いします。本当に、おふざけなしだぞ。おふざけなしだ。マジだぞ。もう、パパって完成させよう。小野さん。どうした？ケイさん、はい、ちょっと上の様子がおかしいので、
見に来てもらって上の様子がおかしい。何ですかそれ。上の少し見に来てもらってもらって様子がおかしい。はい、はい、上中さんお願いします。わかりました。はい、ちょっとどっかのタイミングで宮野さんちょっと上。はい、してんなと思ったけど、動いたら変に動いたらドミノが倒れる。まあそうそう、動けないですよね。そうそう、うん、動けない動けない。変に動いたらドミノが倒れるから俺は動かなかった何も、はい、俺らは全員な、はい、でお前あの状況になってよ、電気がついてお前あいつがケツ出してよ、顔面お前ラップまみれになってよ手お前こんなになってよ、それでお前まあ俺らはなんだなんだってなりますよね。まあ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 とりあえず
ほどいてやって、まあ、うん、何があってか聞くかと思ってよ。ちょっと怒ってんじゃん。めっちゃ怒ってんじゃん。まあ、ちょっとお前取ってやってよ、はい、聞いたらあいつがなんか切れ始めて。そうそう、なんかなんだお前がやったんだろうみたいなこと言ってましたよね。だからお前、稲葉にもお前嫌われるんだ。そうなんだ、それが理由か。それが理由なんだ。あんなお前自分勝手やろう、お前。まあまあ、そりゃだって善意で手伝ってた身からすればこうなりますよ、そりゃ。人生で一回もねえぞ、お前。俺はお前こんな善意でやってやろう。史上初の善意ですよね。ほんとだよ、お前。無償でやってやった中で、お前あんなやって、お前もうこんなやたまったもんじゃない。一緒やんねえ、バカ野郎。どうします、とんところさん、これ。いや、もう僕も手伝ってたんですけど、うん、手伝ってましたよね。手伝う気がなくなっちゃいました。仏のとんところさんまで手伝う気がなくなるくらい。だけどさ、あれ練習生の会が入ってきて、上が大変なことになってますって来たから、あいつだろ、あいつ消したじゃない、あいつ消したじゃない、あいつだよ、全部。そうかな、全部あいつだよ。そうかな、あいつがだからおそらく消して、うん、なんか暗視スコープかなんか副社長用意してんだろ。それでやったんだろ。まあ、ここの副社長ならやりかねないですよね、それぐらいのことはね。まずあのワイルドをお前くるくるにできるってほどの力があるやつはまず無理だから。素人では無理ですよね。自身も素人のやつは無理だよ。うん、でもお前相当力のあるやつと、もうそういうことができるやつって副社長しかいねえだろ。要はドミノを並ばせるのをこう阻止するために。そうだよ、ドミノを並ばせるのを阻止するために。あれだけやる人間って相当すごいですよね。あー、すごい。いやー、ドミノを並べるのを相当本気になっちゃうんですよね。1時間、2時間やったけどよ、うん、マジで無言になるそうあんなに人数いるのに無言なんだ。もうだんだんもうイライラしかしないでバッて このコーとかが当たってあってなりますよね。まあ、どこにもぶつけようのね、怒りが。精神状態的にはあまり良くなくなりますよね。もう最悪だよ、あんなの。そんな中にあんな事件が起きてしまったと。もうそうだ。で、お前、あいつ、たぶんあいつもまあ、みんなそうだけど、溜まってんだよ、ストレスが。溜まってるでしょうね。それをお前、怒って、お前、俺らにぶつけてくんな、お前、お門違いだろって話。いやけど、これもね、もしこれがあの副社長の仕業だとしたら、あそこで曽谷さんがこうぶち切れるのまでこう計算してでした上でやってたかもしれないですよね。でこう輪を乱すために。いや、そしたらもうやばいだろ、副社長。そう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 、この会社の副社長相当やばい人だってことですよね。いやじゃあちょっともう手伝うのもうそのもうなくなっちゃいました。あいつがもう反省した姿を見せてもらえると、ちょっとそうだな、あいつが反省した姿を見せてもらえると手伝えないですね。あの坊主みてえに頭丸めてきたらな、まあ、考えてやらないこともできない。また丸めなきゃいけないんだ。じゃあ、まあ、まずあれだ、これ謝罪待ちだ。そうだな、まずあいつが誠意を見せねえとな。いやけど、いきなりあれですよね、食ってかかってきましたね、こっちね。本当だよ、あいつ、腹立つわ。たださ、あいつカメラの方向分かってて気づかしてるんだろ。なんかちょいちょい、ちょいちょい後ろを気にしてさ、カメラの方向が気にしてるんだろ、絶対な。そういうもんですか。いや、やっぱりだよ。やっぱ大田区に参戦する、うん、あの笠井純も言ってたけど、はい、不義理の学ぶちゃんだよ。不義理の学ぶちゃんですよ、ね、あれこそ本当にお前もう不義理の学ぶちゃんだよ。こんなにみんなが協力したのにあれはないだろうってことですよ、ね、あんなもう学ぶちゃんとも呼びたくねえ。お前 あいつだよ、あいつあいつ不義理のあいつだよ。不義理のあいつ結果もうなんかぐちゃぐちゃになったじゃん。もうあれはもうそりゃそうだよ。俺らがせっかく手伝って並べてやったドミノなのに、はい、あいつがもう自分一人でやったかのような態度でそんな顔してました。そう、あいつが一人でやったかのようにお前らの手先だろっつって。そんなお前やるわけねえだろ。じゃあお前手伝いに。バカかお前。まあせっかく手伝ってくれてたのに、うん、手伝い。でもあれですよね、風邪ひきますよ寒かったでしょ。あんなところで縛られてたら多分風邪ひくよな。まあドミノ並べてる分はそんな寒さは感じない。下冷たくないですか。床まあやってると別にな、うん、感じたことはねえな。ただメンタルがやられてくるんですよね。だろうね。その何ですか、あの綺麗に振り出しに戻る感じで、あと周りでカタカタって言った瞬間にビクッビクッっていう。誰だ誰だまず犯人探しから始まるよね。お前の方か誰だどこだっていう、ね、一回倒しちゃうと1分後ぐらいにまたってなるんだよな。そう、誰だどこだ、俺のところに影響あるのかとかいろんなことがね、一瞬でね、うんうん、考えちゃう、ね、いやけど一回暗転させてああいうことをやるっていうのは相当な戦略家ですよね、これね。そうですね。まず視界を奪い、視界を奪うと、そして手足の手足を縛る、呼吸まで止めようとしてましたからね。いやー、ただ何でもいいけど
の練習生の会が上でなんか大変なことになってますって言った時点でね、ちょっと怪しかった。怪しいですね。あいつどうなってるの。すごい練習生ですね。誰だよ、あいつの声。お前は誰だって話になりますよね。しばいてやろうか、ほんと。だって、世間的にはまだ全然出てない人間ですからね。お前、あいつ、九州出身だっけ。九州出身なんだ。なんだお前。いやー。新宿の怖さ、お前、面白すぎやろうか。いや、面白した方がいいですよ、本当に。都会の怖さ、恐ろしい。大物作詞。いや、ほんと。デビュー前から作詞って言われる人間ってあんまりいないですよね。いや、もう。作詞ってなんだよ。ただの坊主だよ、あの近藤さんは恐ろしい人やで。あ、また映りましたね。はい。正座してますよ。正座してますね。すごいな。反省してるようには見えますけどね。助けに行かないと。そう、これを。いや、怖い話は怖いよね。何さっきから赤根って出てんだけど、これ何これ。いや、わかんない。わかんない。ちょっと、赤根。ずっと赤根って出てますけど。僕ですか。どうなんだろう。赤根。赤根って何。赤根って誰。赤根って何ですか。すみません、書いた人は赤根。藤田。藤田赤根。藤田。それ昔のあのプロレスラー。あ、なんか、とんどころの彼女。え、どの頃その彼女の名前は茜って世の中出てるんですか。彼女いや、わかんないです。あ、わかんないんだ。どうなんでしょう。わかんないんだ。本人もわからない。どの頃ナンパやめてしてねえよ。声を荒げましたね、今ね。はい。ちょっと怒ってましたね。はい。これどう、なんだよ。この方ちょっと引いてんだ。はい。まあ一応全体見せる。またなんかあんだろ、絶対。いや、だってもう誰もいないだから何もないでしょ、だって。まあ一応ね、こうやってこう、ソヤさんが一人で頑張ってるとこう定点で見せてるわけでございますから、ね、こう見るとむちゃくちゃ斜めだな。その辺はもう気にしてられないんじゃないですか。だからあれだね、まあ、ただやってたら全然わかんないからな。わかんない。もう下にあるさ、あの板の目とかを天井に見つめて、見つめたなっていう厳しい世の中の声が流れてるんですけども、惨めだなと。生地腕が太いだけにやっぱそう見えちゃいますよね。あー、なんかほんと寂しさが惨め、うん、惨めしか映ってないね。それあの姿、これそうずっとちまちま、まあ、我々もね、ずっとこれ見ててももうコメントしようがないですね、これはね。そうですね、もう方法はもう助けに行くか行かないかぐらいしかない、うん、これが人望なくした男。いや、都会は厳しいなっていうのは何とか伝わります。、はい、これを見た限りではゴリラがドミノを並べてるように見えると、まあそうですよね。で、誰も今本当に一人になったと、誰も帰らないっていうところに何か非常にリアリティがありますね、これはね。誰一人とって手を貸してあげようっていう人が出てこないという。お化けとやるしかないですね。そうですね、このサバリナ名物のね、例の皆様がおぉ、来た。音が。寂しいだろ。お前みたいなものに近藤様から大役の差し入れだぞ。ほんま、近藤さんは天使のような人やで。な、大役やで。いや、お前食っとるやんか、お前。おい、食っとる。いや、何でお前食っとる。おかしいだろ、お前。おい。なんで食ってんねん、ほら。なんで食いかけ渡すの、ほら。おい、近藤。あれ。なんだろう、これ。なにこれ、中身。芋？芋なの？なにこれ。なんか警戒してますか。あ、そうか。でも食ったから大丈夫だろ、逆に。食いました。確かにな。ね、うん、毒味したから。毒味してくれたから。まあね。冷た。普通じゃねえか、顔してるな。まあちょっと、心配しすぎですね。なんだろう。なんとも言えない顔なんと。なんとも言えない顔してますね。普通に食べてますね。うまいんだかまずいんだかよく分かる、伝わりづらい顔してますね。あ、冷たいんだ。冷たくてそれほど。なるほど。まあしょうがないから、たい焼き口に含みながらまあ続けるっていうことですね、これはね。そうですね。まあ頑張ってもらいましょう。頑張ってもらいましょうかね。ちょっとね、糖質も入りましたから。はい、そうだね。
涙目になってなかったよ、本当に。本当に涙目になったかもしれない。はい、ていうか、はい、あの坊主の会の、うんうん、なんてところどころ関西弁になってるほんま、近藤さんは天使みたいな人やでってその何がモチーフになってたかよくわかんないよね。本当だよ、うん、ガキの使いだろ。ガキの使い、ガキの使いなんだ、あれは。あの24時間鬼ごっこだから。あ、それがモチーフなんだ、あれ。猿とゴリラみたいな頭かっちゃってるね、本当に。あ、なんかいろんなとこで彼は、ね、あ、うん、反省してないですよ、これは。あ、寝てますね。なんだこいつまあ、お腹が膨れてきたから寝ちゃうんですかね、これ。あれなんですよ、一回横になったんじゃないですか、腰痛いんじゃないですか。ああ、そっか。確かに腰痛いもん。うん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 、一回伸びたい。一回伸びたい。いや、本当これ、檻の中の動物みたいな感覚になってきた、これ。本当に。寝っ転がるゴリラ。ナショナルジオグラフィックっぽくなってきた。まあ、ああ、ちゃんとね。まあ、一旦ちょっと寝かけたけども。そうですね、うん。なんとか頑張っている様子でございますね。2試合なんだもんね。いや、ほんと、あー、なるほど。2試合なんだろ、克服、虫風呂、虫風呂。いや、それはもう、あれだよ、虐待と一緒だよ、もう、うん、いじめとかの域だわ、うん、それは。幽霊的なやつだろ。肝試し幽霊、ね、お化け、虫とお化け。いや、まあ、どっちも余裕だけど、うん、どっちかといえば、あ、まあ、お化けのは余裕だな、全然。お化けの方が全然、虫よりは。そういえば俺、あれだな、リングの上にタオル忘れてた。さっきまでボーリング大会行ってたんだろ。ボーリング対決してて、今日試合だぞ。なんでうちの道場で、リングで忘れてんだよ、さっきタオルを。昨日のじゃん。さっきって言ってたじゃん。全然リングのセンターに。どういうことだよ。なんか忘れてた。これは、これはどういうことだよ。なんかこっち行くんだよな。ガチガチ説教されたら、ここで見返した方がいいんじゃないの。いいんじゃないの。ここで見返した方がいいんじゃないの。俺はこれチャンスを譲ってるよ、キャプテンアメリカに。だからこっち行くんだよな。これはチャンスを譲ってるよ。でも神様は俺にそれを求めてる気がする。求めているのは、はい、先輩が物忘れだって言うのどこよ。あ、本当ですか。うん、いやどこよ。あら、ちょっと俺今日あれなんだよね、大根のカラーはさ、紫なんだよね。俺の今日のラッキーカラー紫なんだよ。あれ、紫あれ、みんな黒か、みんな黒っぽい。これ、あれ、これ紫。あ、それ誰だ。あれ、あんた落としましたよ。すいません、落としましたよ。あ、すいません。いや、本当に本当にこの時間は本当に危ない。何この本当にこの時間にこれリング上がるのは本当に危ないわ。ビビってないけど、別に俺はビビるとか特にないけど、俺がビビったことはないよ、人生で一度も。立花に一緒の願い。一緒の願いよ。あと俺今日あれなんだよね、ラッキーアイテムサングラスなんだ。ラッキーカラー紫でラッキーアイテムサングラスで俺じゃねえかよ。それ俺だろ。もう今日のラッキーは橘君。多分もう世界中探してもなかなかいねえぞ、こんなにラッキーカラーとラッキーアイテム揃ってるやつ。マジか。たまたまだって、ただそれタオルね。ただ黒いタオル。ただサングラス、そのラッキーからラッキーアイテムは他人にやったところで何かあるのかっていう。ただ取ってきてほしいんだけど。お願いします。一人はあれだな、ちょっと一応カメラ行ってこい。カメラで一緒に行って行く。いや、これ行かなかったらもう本当にわけわかんないだろ。行かなかったらもう、だってそれはもうわけわからないよ。行かなかったら。じゃあ行きます。いや、ちょっと、まあそういうんだったら行くしかない。本当に本当に
行くの、あっちの方から上がって、あの電気をつけないし、そうですね、電気つけたらもったいないでしょ、電気代が。いや、そんなケチじゃないって。ゆっくり上がって。そんな、取りに行くんだから電気ぐらいつけ出してくれよ。ダメダメダメ、電気なのと一瞬でもリングからそこまで距離あるって取ってくるだけで、そんな電気つけてあれしたら俺は怒られるよ、会社に。俺が。立場的には俺しかできない。好き勝手いつもやってる副社長がそれはできねえってそんなことで、それだけは会社に来れるからそれだけはできねえってエコのエコが強いから節電だね、電気だけは死んだ親にも言われちゃった、いや、ご現在で家庭を殺したよ、家庭を殺したよ、もう最低じゃねえかよとにかく人を落とし入れたいだけじゃねえか、もうゆっくりでいいから、ゆっくりでいい、別に早く行きたくないって言ってないよ俺は、そう、あの、そっち側からゆっくりビビってんすか、ビビってねえよ別によ、俺怖いもんねえもん、じゃあ行くか、いいよ行こう、行くぞ、黒いタオル、本当に、本当にある、ある、あるある、これない、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりだよ分かった、お前も早く行くんだよ、来いよ、お願いします、ダブルゆっくりだよ、ゆっくりゆっくり行くね、こんなに念押しする必要がない、気をつけてね、はい、真っ暗だから、あ、本当にこれ大丈夫なのか、本当にこの量、本当に何もない、こっちから、どっちから、こっちからつってもしっけ、こっちからつってもしっけ、逆だよ、逆逆って、あ、そうだね、これもあの、この、あの、この階段の上がるとこまで行ってあげる、あ、お願いします、よいしょ、これもうあれでしょ、ただの肝ダメージでしょ、うん、そうですね、だってこことかも怖いですもんね、普通にこっちとか行ける今、風呂場とか、いやこれはもう、ね、当分使ってないだろ、そうだよね、一般の会員ですら使ってて、じゃあ行ってみます、ちょっと見ていく、ちょっと見てみます、やめとく、やめとく、それは、じゃあこれ本当にな、あの大きな声で言えないけど、まあ、これ本当にやばいぞ、多分ビビってんすか、ちげえ、ビビってねえけど、しこうやってやるか、お前こう、畳とか、お前そういうの本当にあったら俺は嫌だから、ビビってるとかじゃ嫌だっていうだけだから、得意ではない、いや別に得意とかっていうのはじゃ嫌だっていう、なるほど、ビビってんすもん、あ、ビビってんすもん、ビビっていねえってだから、ちょっと静かにしろ、こっちか、ちょっと本当大丈夫かな、ここ大丈夫でしょ、ちょくちょくこういうのあるかも、こっちから急にしてみせるんでしょ、これこの時間に人来たらもう終わりませんね、あ、ここからがちょっと怖いですね、うわぁ、これはお前見ろ、映せ映せ、ちょっとこれは、いや、もう暗すぎて映せないですね、どうした、どうした、いいか、明かりが、それはないと違う、携帯の明かりはいいから、携帯のエコだから、エコだから、携帯の LED はいいよ、でも大した明かりじゃねえよ、でも、あんたの泣いとるじゃん、お前全然違う、あ、僕はここら辺にしようか、ちょっと、待ってたもうちょっと、もうちょっとっすね、もうちょっと、はい、もうちょっとっすねってなんだよ、なんだよそれ、もうちょっとっすねってなんだよ、なんかしてんのか、お前すみません、いや、ちょっと多分膝も悪いと思うんで、マザー、はい、そういうの考えないんですか、いや、じゃ今の言い方が、はい、もうちょっとっすねってないの、なんかお前絶対なんかやってんだろ、大丈夫かこれ、本当にないんですか、ここチョコいるか、真っ暗か、ちょっと待って、真っ暗っす、あ、外の、あら、窓があるからちょっと明るい、
見つけていいだろう。いや、いいだろう。ちょ、エコーだよ、エコー。ダメなのかよ。その照明で行った方がいいって。本当かよ。お前、これ、お前、リングも、もうあるかどうかわからねえ。もう何も映ってないっすもん、俺。いや、怖くねえけどさ、ちょっと、大丈夫かよ、これ、本当に。ちょっとつける？あ、ちょっとつけてください。なんだよ。あ、大丈夫です。お、あぁ。なんすか？これだよ。ふざけんなよ、お前。何をすか？ああ、いましたね。ふざけんなよ、お前、ほんとに。お前、しょうもねえわ、ほんと。こんなの。まあこれ、見たりもしてねえけどな、俺は。じゃあもう、自分帰っていいっすか？まあ、なんでだよ、なんで帰って。だってビビってないっすもんね。ビビってはないけどさ、これだろ？忘れ物。はい。じゃあもう自分帰りますね。ちょ、待ってって、だから。ビビってないっすもんね。ビビってるとかじゃねえだろ、ちょっと待ってて。大丈夫かよ。ビビってないっすもんね。まあ、いいのか置いといたまんまで。はい。だってあそこにあったんで。本当かよ。はい。あ、本当のままでいいの？持ってきた方がいい。持ってきた方がいいのかな？あれは持ってきた方がいいっすよ。熊嵐だからいいだろ、別に。いや、ちゃんと持って帰ないと。なんだろう、なんもないのかな。怖くねえけどさ。ビビってんすか？ビビってねえよ、お前。うわぁ！いってぇ！いってぇ、お前。いったぁ！お前のお前、行ってぇ、もう行ってぇ、お前マジでお前が腹立つ。大成功。行ってぇ、お前マジで腹立つわ、今のは。ふざけんなよ。返せよ、お前。ふざけんなよ。もうお前ほんといつの間にいいんだよ。いつの間にいいんだよ、ほんとに。ふざけんなよ、ほんとに。マジでいけ。一人で待ってる方が怖いわ。何で一人で待ってる。しかも真っ暗だよ。よく来れたよ。俺もびっくりした。俺もびっくりした。ちゃんと近藤さんに頼まれたやつ持って行ったわ。持ってるよ、ちゃんと。あれ？え？アルハンドルのタックパートがいなくなってるじゃねえか。かっこいい。電池見る。電池見る。これは。じゃあ驚いてもしねえな。ただ違う、ちょっとジャンピングスコットで見てみてくださいね。何じゃ、奥行ったから。ビビってますか？ビビってねえよ、別に。腰抜かしてますね。腰抜かしてねえよ。すげえ、ジャンピングスクワットしてる。ちょっと体勢崩してる。ジャンピングスクワットしてる。もうジャンピングスクワットまで、もうすげえ後ろに飛んどったよ。お前、あれが分かんないの、ジャンピングスクワット。立花さん、こっちを。こっちだよ。こっちはいいよ、本当に。お前、じゃあマジで、たたりとかあるか。もう行くんだよ、そしたら。あ、失礼します。ほら、言ってる。俺もって顔すんなよ。俺もかよ、この顔すんなよ。ヒーロー。ほら、味、アジミント。いや、いいよ。いや、ヒーローなんで。以上。ヒーロー。アメリカヒーローなんで。違うっす。あれ、シャア選手ですか？はい。じゃあ、ワイルドなところを見せてください。違う、ワイルド、マイナスになっちゃうんで、ワイルド。いや、ワイルドのところ。副社長、ワイルドで言うと、え、ビビってんのか？
ワイルドなの、ワイルドとか言ってんのに。マジ？ビビってんの、ワイルドで。ワイルドって言ったらマイナスになるから。今は大丈夫、今は大丈夫だ。その夢ないよ。ワイルドだよ、俺ビビってんの。うわ、これ見てるやつは失望だよ。ワイルド、これは失望だわ。マイナスになった。ああ、そりゃ、そりゃ選手ね、行かないんだ。お化け怖いんだ、なのにワイルドって言ってんだ。でも兄貴、兄貴もビビってんすか。俺でビビってないけどさ、別に。じゃあ行ってください。本当にさ、ドラクエで言ったら面白い。これじゃ扉開けるのは怖いわ、マジで。バイオハザードみたいなさ。お前ちょっと押すなって、マジで。押すな、本当に。ビビってないっす。うわぁ、お前ふざけんな、お前。ふざけんな、ほんとに。もうマジで、もう終わりだよ、行こう。もう、いや、ほんと確認しちゃう。いいよ、もう。そう、メガネ確認してないじゃないですか。確認したよ、見えて、階段しかなかったよ。メガネが、なんか置いてきちゃった。ふざけんな、持ってたよ。持ってないし、持ってない。ちゃう、ある。絶対、持ってない。さっきの瞬間、置いちゃった。兄貴、お願いします。なんで俺、お前、こんな目で入れてねんだよ。断っとけばよかったぜ。こんなったら、あったり。本当にうわーとか言うな、本当に、ガチだから。いやもうマジ怖いな、怖くねえけどさ。うわー、お前マジでさ、お前ふざけんな、本当に、本当にふざけんな、本当に。いやこういうオチだったんですね、これね。オチというかなんていうか。そうですね、これあれですよ、うん、あの近藤さんがタオルを取りに行けて、早稲田が取りに行けって言ったから、で、上はーって言ったら、はい、多分反対側からそれが行ったんですかね。で、なんかシルエットの影みたいな、はいはいはい、それ最初ちょっとペッと止まったぐらいで立ち回る、全然大丈夫、タオル取って、うんうんうん、あのプレートを持って帰んなきゃいけないってなって、うんうんうん、で、まああれですよね、はい、あれ、あれね、あれね、はいはい、あれなんですけど、あれを、あの持って帰るって言ったら、うん、その後ろに隠れてたらしい。ああ、なるほどね。あビビってね、ビビってね、言ってたわけじゃん、最後。ひやー、ひやーでしたね。しかも、リングから、うんうん、あのエアコンの壁際まで転がってました。そう、人間驚くとあんなに転がるもんなんですね。そうなんですよ。で、あと、多分一緒に持ってたカメラマンもビビっちゃってたな。何やなんだこのあっさなんて。最終的には転がってる事故映像になってたというね。いやちゃんこからあそこに繋がるとは思わなんだですよ。そうですね、でもちゃんこもあれですよ、美味しかったですからね。あ、出来は美味しかった。美味しくできました。なのに兄貴だけあんな目に遭うと。そうなんですよ、かわいそうにね。だそれでさっき兄貴が言ったわけですね、あの時気づくべきだったっていうのは。そうですね、うんうんうん、なるほどなるほど。てなわけでございまして、はい、なんかすごいものが誰だか分からない。いやさっぱり分からない。ムタって書かれてる。ムタ、ムタです。ムタさんですか。ああそうだよ。お、急に急にムタが用意しましたね。いや、音量さんって。そうじゃねえよ。さっきから音量さん。俺だよ、俺。俺だよ、俺って言っても分かんないですよ。俺だよ、俺。立花だよ。あ、新宿の主が。いやこのようなありさまになってしまいました。これやろう。ぶちこぶ、もう、とんでもねえぞ、あいつ。いや、今のね、ドッキリやられたからな。ちょっともう、これは、倍返しだよ、本当に。本当に倍返しだよ、お前。いや倍返ししないと気がする。見事にリングサイドから、エアコンの前まで転がったらもう壁際まで転がってたもんね。あれちょっとよかった。兄貴的には失態ですよね、あれはね。いや、あれは違う。あれは違う、つまずいてあげて。つまずいたんで転がるもんやな。見えなかったもん。あそこお前鉄のなんかブロックがいっぱいあったもん。まあ、まあ、それはありましたけど、そこにつまずいたんですか。そうだよ。つまずいた俺になんか、ヒヤーみたいな声になってた。そんな声出してねえよ。あのガラス、ガチで故障されてたじゃん。ガラって真面目に焦げていたかったって。違う、あれは本当に腰を打っちゃった。打っちゃったの、打っちゃったのね。ね、まあ、けどひどい目に遭わされたのには変わりがないですよね。だからね。うん。だからまあ、これ今、スタンバイしてる。うん。これ上、電気消して、お俺があいつの背後からどっかに忍び寄って、ええ、電気つけたら、はい、この俺が、うん、この見た目であいつの近くにいると。
そういう仕返しをってことはあれですね。それもうさっきの動画以上にすげえもん見える、うん、すげえもんが見えるんだ。ついでにドミノもあいつの体でぶっ倒した。ああ自分でぶっ倒しちゃったらもうね一目できないからな。これとりあえず何安定して近づくの、それとも静かに、なんかだから誰かやった方がいいかもな、はい、電気暗くしてから、あ誰か一人陽動でやっといて、うん、その間に俺が近づくと、あそういう作戦なんですね。そっちの方がいいかも。どっかで聞いた作戦ですねこれね。作戦ですね。さっきの結局兄貴だったんですか。なんか作戦がなんか似てるんですけど、非常に暗くしてどうのこうのみたいなのは。さっきのは兄貴じゃないですか。俺本当に俺じゃねえ。あれは兄貴じゃないんだ。で誰かちょっと別のおとりのやつを。おとりが必要だね。おとりね。はい。誰かいないですかね。あでもそれはどうかだから。副社長の下部呼ぶか。副社長の下部。ああいますかね。だからエセ関西弁やろう。エセ関西弁やろうとか。あだからあいつがコメントを読ませてる隙に、それにそっち目線いってる隙に、うん、背後に陣取って、うん、いいタイミングで電気を消して、うん、さーっと忍び寄って、うん、で電気をつけさせて、うん、うわっ、うわっと。そこまでして復讐したいんだ。当たり前だわ、やられたらあれですんだ。これ相当深いですよね、ここまでやるってことは、兄貴が。ね、へぇ。許されるわけねえだろう。わか、ね、人に対してなんか恨みを持ってる人間はどうしてもこういう風貌になるんですね。やっぱりでもあれは普通にビビってこけたら恥ずかしいもんね、やっぱね。ちげえ。あれはちょっとね。ちげえよ別に。いや恥ずかしめたいね。違う、あれは恥ずかしくもなんともない、うん、俺は。あ、そうですか。あれは違う、俺のも全部想定の範囲内で。そうね。思い描いてた通りだったと。そう、ビビったふりをしてあげたんだよ、俺は、うん。あんな本来ビビるわけねえんだから。まあ、我々が知ってる兄貴はあんなにビビるわけないですからね。来たか、坊主。はい。来た。俺、下辺。エセ関西人が来ましたね。近藤さんですか。はい、おいっぱい来たな、はい。岩石も来たな。これでおとりは十分だな。十分ですね。はい。頑張りました。よし。行きますか、じゃあ。これは綿密です。おー、これは牛蜜時だよ。綿密に戦略を立てていってくれ。そうだな。そして、こっちはもう黙って、それを監視するから。よし。行くぞお前ら。やる気満々ですね。よしよしよし、すごい格好だなんですけど。何が人間をここまでさせる。ニコプロは暗視カメラ持ってない、持ってないでしょうね。おい
ガスケ、おい、どこ行った？ガスケ、ガスケ。満足げですね。お疲れ、お帰り。相当ビビってましたね。ざまねえな、あいつ。ざまないですか。ビビってたな。いや、相当ビビってました。あれは恥ずかしいわ。うん。あれは恥ずかしいな。ちゃんとこう、けたたましく笑う兄貴もすごかったですよ。ウヘヘヘヘつって。あれはもう楽しかったな。あ、楽しかった。いいな。もう一回ぐらい行ってみたらどうですか。次は違うやつ行かせる。次は違うやつ行かせるんだ。いやで見事にあのドミノも崩れました。そうだよ、うん、最後負けた最後帰り際こけろって自分で何気なく明らかにお前確認してから蹴った蹴ってましたね一回止まってから蹴りましたもんねあれねいやそやさんもう精神的にもうズタボロじゃないですかこれ。そうだな、ニコプロでこんな楽しそうな兄貴を初めて本当でいつも散々な目にあってからようやく返すことができましたね。そうだよ。だけどお前まだまだ足らねえぞ割合で言ったら。まあまあまだ足りないし、ね。貸しだ。とりあえずこのグレートナスっていうのをやる。もうこれもリング上でやるしかないでしょ。グレートナスってなんだよ。うん、まあグレートムタのあの親戚かなんかじゃないですか多分。おそらくグレートナスってむちゃくちゃ妖精じゃねえかよ。ねえ、けどほら漢字で書けばそれっぽく見えるから大丈夫ですよ。本当だよ。ええ、ぜひぜひグレートナスこれを機にね、こう別キャラとして生まれたらこれはこれで素晴らしいことですね。ああすごい。おおいいいいいい感じいい感じいい感じ。ああいいな怖えな。うわ自分で言ってますね怖えなっつって。怖い。これはいいな楽しいな。いやだからそれだけそれだけソヤさんも今怖い思いしたはずですよ多分。かについて後ろ振り向いたらってこれがいるんですよだってそんな恐怖ないっすよね。これはよかったな。ちょっとあれドーン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 なんだろう。あれはもう爆発音みたいな協力して飛んどころと岩石が話しかけに行って、で副社長の下僕が、うん、あのと飛んどころにこう音を立てさせて協力するんだそこは。であっちに注目を生かした後に、はい、俺が行くと。あ近くに確か音の鳴る方に意識いっちゃいますもんね、うん、そうだよ。あれはもういい作戦だった我ながら。なんて入念な作戦を立ててるんですか。我ながらいい作戦だった。人を脅すのに見事にあっちに聞い取られたからな。そうでしたね。ざまねえな。ざまないですね。そうですね、ざまはないですけど先輩だよそれはいいね。そりゃいい、うん、いいか。それはいいんだよ。あいつ後輩にうんこ食ったっつって口に嗅がせんだから、うん、しょうがねえな。そんな先輩いねえだろ。そんな先輩いないっすよねそしたらそんな先輩いないっすよね。俺さっき俺うんこ食ったんだよって口の上かかせり先輩いねえよ。俺は少なからず会ってことねえよそんな先輩。なんかレスランっていう団体すごい団体なんですね。怖かったな怖かったね本当に。未来が明るいのか暗いのか。いやいやどっちつかずになりましたねこれね。この団体の未来が明るいんだか暗いんだか、まあ、どっちもさっき明るかったり暗かったりしましたから。そうですね、はい。というわけでございまして、まあ、それでもまあ多分ソヤさんはまだ並べるつもりなんでしょうね。まだやってましたね。真っ赤でもやってましたね。真っ赤の薄明かりで、ちょっと進んでた結構結構進んでたね。あの薄明かりの中で一人でやってるのは相当な精神力ですよ本当。何がそこまでさせるんですかねソヤさんを。僕らもよく見えて分からなかった。そう画面上では。うん、暗闇にゴメクゴリラとかいろいろ書かれておりましたけど、本当その通りの絵面でしたからね。はい、はい、真面目さは評価したりしてもどうにもならん評価ですねそれはね。はい、なのでまだまだ瀬田さんの試練は続きそうでございます。とりあえずお父さん、そのメイクお父さん兄貴どうですかこれから。あ、そのままお家帰るわけじゃないですね。帰んねえよこのまま実家帰りましょうよそのまま。そしたらお前止められるわじゃあな。お疲れ様でした。メイク落として。兄貴お疲れ様でした。メイク落としてお願いします。いやメイクもそうだし、あの髪型もいつもの兄貴と違うからね、全然違う人に見えちゃいますね。いや怖かった最初にここに映った時になんかはじめっていうあのがあって、はじめ選手と思われたみたいですね最初は。それぐらいやっぱりいつもと髪型が違うんで。いやすごい執念だったな兄貴は本当に。あー起きてますね。あやってるやってるやってる。入れました。はい相変わらず一人寂しくやってますね、
いや、やってると、はい、まあ、多少だらけてはいるけどもちゃんと並べてはいるんで、はいはい、はいはい、諦めてはいない模様でございます。そうですね、はい、だってもうかれこれこの中で3回ぐらい壊されてますからね、この方。そうですね、結構不屈の闘志持ってますね。まあ、あとはもうこれ本当無事に終わってくれりゃ。あ、来た、来ましたよ。おい、そや、ちょっとお前疲れたんじゃないか。寝たらどうだ。近藤様から布団の差し入れだ。ほんま、近藤様は天使のような人やで。ほな、これ布団じゃねえじゃん。布団じゃねえだろ。布団って段ボールですか。普通の段ボールですね、これ。布団じゃないじゃん。ちゃんと布団用意して。布団が入ってた段ボールなんですか。ブルーシート。ブルーシート。じゃあゆっくり休むんだぞ。なんだよ、段ボールとお前。あともう一つ忘れてた。夜食や。まあ、近藤さん、なんていい人やなんや。いや、噛んどったから。ほな。噛んどったやろ。なんていい人やな。噛んどったやろ。なんだ一応まあ夜食を差し入れてくれたみたいですね。どんどんコンビニっぽいですけど、まあそれでもお腹空いてりゃいいんじゃないですか、これで。あ、うっすら。あ、でもなんか弁当優しいじゃん。最近そうですよね。このさ、実際我々のところにお弁当がそう、クセちゃんこっち持ってきてほしいよ、どっちかっていうと。ずっとたい焼きして粘ってますからね。我々今日この番組始まってたい焼きしか食べてないですもんね。やばい、もう食べるの。それ食べるの。いや、それお腹空いてるでしょう。よっしゃ、うん、それは食べるんですね。何かだろうかな。腹減るよね。だってそやも食べてないですもんね。だからそやさんも食べてないでしょうね。夜中の3時45分ですよ、だって。もうしょうがないです、今しかないんで、もう大田区まで時間ないっす。いや、だって僕、これだけ長いこと記者やってて、夜中の4時ぐらいに選手のインタビューやって初めてですよ。それは申し訳ないですけど、もう締め切りが、だいぶ迫っているので、はい、なんとか今、やってみましょう。そやさんに起きてもらわないとできないですよ、だって。起こしましょう。寝てますよ、だって。ただけ起こしましょう。起きるんすか。そやさん。須田さん、須田さん、どうしてください。須田さん、仕事です。何？仕事ですよ。何の？言ってましたよね、パンフのインタビュー。お願いしますって。もう今しかないっすよ。いや、もう、なんで今なんですか。今しかないでしょう。だってここ、どういうのも間接させなきゃいけないから、今しかないでしょう。まあ確かにそうですよね。時間がない、時間がない。うん、何ですか。今もう3時。40分ぐらいです。夜中の。夜中の3時40分。全然寝てないじゃん。大丈夫です。さっき寝ついたような感じですもんね。大丈夫です。じゃあこれが終わったら、ね、寝ていいっすよ。これが終わったら寝ましょう。改めて。いやいやいや、もう、ね、いや今日じゃなくていいでしょ。そうじゃないと思う。そう、締め切りがやばいっすよ、ね。そう、やばいらしいんですね、これね。なんでか。せめてもっと違う時間あるでしょ。あとすみません、僕の都合でちょっとこの時間帯じゃないと、あとは24時間で出てるんで、はいはい、今ぐらいしか自分の身が空く時間帯がないんですよ、曽谷さん。マジですか。はい、ケンさんが出ちゃってる時はもうインタビューできないんで。できないんで、お願いできますか、夜中の4時ですけども。頑張りましょう、曽谷さん。ね、大変なんだよ。ね、大変なんだよ。知ってます、大変なのは重々今まで見てましたから。ね、はい、
惨劇を見たのは分かりますか？分かりました、分かりました、はい、すみません、よろしくお願いいたします。何をする？はい、何するんですか？大田区に向けて の意気込みを聞きたいなと思いますので、はい、それでいいですよね？そうですね、ですよね。頑張ります。雑。今せっかく起きたのに。それじゃ あのページが埋まらないです。頑張りますだけじゃページ埋まらないんで。頑張ります。いや頑張りますで全部は埋まらないですよ。大田区頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。僕に呼びかけないと僕は頑張りませんので。頑張りました。いやまだ終わってない。終わってないです。いやもうマジか。マジマジマジ。でしょ。お。繋がりますか。これ。これは埋もれてるんですかね。埋もれてる。いや、いる？いない？逃げた？あれ？あれカメラは動かないんですかね。逃げた？サナギみたいになってるのこれ。ちょっと動いてますかね。音は聞こえますね。聞こえない。あ、引いた。あ、あれ？あ、それどうした？どうした？上、行きます？あれ、え、逃げない。だからこれ、それ助けに行かないと。俺、生きてますか？呼吸。ちょっと、助けに行くか。助けに行くか。死んじゃう。それは死んじゃう。放送禁止は。いやダメだろ。だっておかしいだろ。ここで普通寝てたのにさ。これ覚えたすか。しかも寝てたのわざとここに出てきて貼り付けるってまあまあ大変だな。さあ、鈴木さんはこれですか。そうですか。これ。頭痛い。高すぎだね。次。次にあれクイズだからね、クイズ朝。え？それクイズだからね。もう寝る時間ないじゃないですか。あと1時間半。1時間半あるからさ。ちょっと寝かしてくださいよ。うん、終わった終わった。コンタクト取れちゃってさ。コンタクト取れちゃって。おいおいおい。それじゃあ、ね、頼むよ。じゃあ、スタジオに行きますか。いやー、何だ？緊張感あるね。面白い。夜中の3時45分ですよ、だって。もうしょうがないです。今しかないんで、もう大田区まで時間ないっす。いや、だって僕、これだけ長いこと記者やってて、夜中の4時ぐらいに選手のインタビューって初めてですよ。それは申し訳ないですけど、もうあの締め切りがだいぶ迫っているので、はい、なんとか今やってみましょう。そやさんに起きてもらわないとできないですよ、だって。起こしましょう。寝てますよ、だって。ただけ起こしましょう。起きるんすか？
田さん、須田さん、須田さん、どうしてください、須田さん、仕事です。何仕事ですよ。何の言ってましたよね、パンフのインタビューお願いしますって。もう今しかないっすよ。いや、なんで今なんですか。今しかないでしょ、だってここどういうのも完成させなきゃいけないから今しかないでしょ。まあ確かにそうですよね。時間がない、時間がない、うん、何ですか今。もう3時40分ぐらいです。ぐらいです。夜中の夜中の3時40分。全然寝てないじゃん。大丈夫です。さっき寝ついたような感じですもんね。大丈夫です。じゃあこれが終わったら、ね、寝ていいですよ。あこれが終わったら寝ましょう、改めて。いやいや、もう、ね、いや今日じゃなくていいでしょ。今日じゃないと思う。そう、締め切りがやばいっすよね。そう、やばいらしいんですね、これね。なんでか、そう、せめてもっと違う時間あるでしょ。あと、すいません、僕の都合でちょっとこの時間帯じゃないと、あとは24時間に出てるんで、はい、はい、今ぐらいしか自分の身が空く時間帯がないんですよ、菅さん。マジっすか。はい、ケンさんが出ちゃってる時はもう、そう、インタビューできないんで。できないんで、お願いできますか、夜中の4時ですけども。頑張りましょう、菅さん。ね、大変なんだぞ。ね、大変なんだよ。知ってますよ。大変なのは重々今まで見てましたから。ね、はい、この惨劇を見たら分かりますよ。分かります、分かります。はい。すいません、よろしくお願いいたします。なりますよ。はい。何するんですか。大田区に向けて の意気込みを聞きたいなと思いますので。頑張ります。それでいいですよね。そうですよね。頑張ります。雑今せっかく起きたのに。それじゃ あのページが埋まらないです。頑張りますだけじゃページ埋まらないんで。頑張ります。いや、頑張りますで全部は埋まらないですよ。大田区頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。僕に呼びかけないと僕は頑張りませんので。頑張りました。いや、まだ終わってない。いや、終わってないです。終わってないです。終わってないです。もうマジか。マジマジマジ。お願いいたします。無糖。とクイズ王みたいな、なんかよくわかんないの出てたんで、結局1時間も寝てないですよね。寝落ちぐらいですよ。寝落ちぐらいの時に起こされてとか、そんなんですよ。実質ほぼほぼ寝てない。しばらく邪魔が入らないから結構出来上がってきましたね。そうですね。でも、スイマーが邪魔してます。うん。寝てないんだ、ほぼほぼ。これ集中力いるから。これそもそも倒れんのかな。結構アバウトにやっちゃってるから。明日の試合というのに。え、後楽園ですね、明日は。うん、ああ、くそ。ナイスインさん。ちっちゃい声で敬語で言うなよ。いやいや、声とか反応でバンなるから。いや、手伝い来いよから来た。いや、テンション違いますから。俺と寝てないんで知らんのかな。でやってくださいよ、ちょっと、適当に言うのもあるんですけど。どっからどっから。あ、これ直してやる。これ直してやる。手伝わせてますね。自分で、いらっしゃいって来たのはスイスさんの方なのに、来た人間がいらっしゃい言ってました。おい、あったあった。当たった割に出るよ。え、何してんの、邪魔するの。なんか手先不器用ですね。邪魔するよ。よく信じ入れますね、この方、この手先で。いやいや、ちゃんとやってるとかじゃなくて、並べるところが崩しました。邪魔し、じゃあ戻してください。邪魔するってこういうのよ。いやいやいや、おかしいな。邪魔する。
おかしいやめろって今の高谷君、やめろってそれは。分かった分かった。こう邪魔するってこと、おかしいでしょ。邪魔しに来てんだから、この野郎。邪魔して、邪魔する。こっちに来た。こうやるんじゃねえ。なるほど。あ、そうだよ、ほら。なんで、なんでお前実際に来て、お前、俺、殴られないしてきたのね。はい。もうなんか不愉快なマスクしちゃって。なんか不愉快よ。なんでか。けど、このさ、なんか手伝いに来てるの。何するんですか、本当に。関係ないでしょ。手伝いに来てるの、文句ばっかり言ったよ。文句ばっかりじゃないよ。あんた邪魔してんだろ、本当に。なんでヒゲさん、そってないんだよ、ヒゲ。お前は寝てないからだよ、しょうがねえだろ。うるせえな、お前この野郎。うるせえな、お前この野郎、本当に。意外しろ、マスク見えかな。やめろ。ねえ、こら。おい。おい。サブアリーナで行われていることです、これは。これ結構日本のプロレス業界知らない間にこう繰り広げられてますよね、この人は。い。何年ぶりかでしょ、だってこの人は。ちゃんとボンバイとかやらない試合ですね、これ。そうですね。同じようなっていうか、ワイルドボンバーやってますね。カウントもちょっと。
どうか。おい、卵投げた。トマト。あああれ、な、何これ、はい、何今の、あれなんか今映ってましたね、今ね。卵取られてますよ、これミイラに。ミイラ狙われてますね。ああ、本当だ。なんでミイラがいるんですか、ここに。これ、スシさんのライバル、ミイラですね、これ。スシさんのライバルってミイラだったんだ。ああ、ミイラ、ちょっと、ミイラミイラああ、それは怒るわな。ああ、すごい。あまり容易に、掴みかかっちゃダメですね、ミイラは。粉っぽい。ああ、寿司さんの頭の地盤の卵は。ああ、寿司さんもこれ取り返さなきゃいけないですからね。ちょっと握手、取り返しますか。ああゲホ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 言ってますね。ああ、レフリーが止めた。ああ、2人ともミイラの粉に。このミイラ一体何しに来たんですかね。卵取り来たんですか。2人は何をやってるんですか2人は何やってる。いや、ミイラにいいようにやられて終わっちゃいました。結果2人は何をやってる、何をやってたんだと。お前寿司やろ。いや、高いや寿司やろ。いや、けど比較的無事ですね。あ、立ってますね。うん、立ってはいますね。まあ、この2人がどうなることよりも、それよりもドミノの方が大切ですから。そうですね。はい。しかし、すごい空間ですね。いきなり寿司さんが現れたり、ミイラがほつき歩いていたりと。そうですね。はい。すごいな。すごいですね。同業者から見てもすごいと思いますよね、これはね。いや、寿司さん、何してんの。あ、そっち？そっちか。いや、誰が悪いの、これ。呼んだ俺が悪いの。いや、それは善意ですから、決して悪くはないと思うんですけども。まあ。強いて言えば寿司さんがドミノを並べるその手先がなかったということですね。あら、僕あれなんですけどね、今林さんを呼びに戻ったんですけどね。ああ、はい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 、林さんを呼びに戻って、はい、カズ社長いらっしゃいました。いらっしゃいました。はい、じゃあ今からカズ社長はですね、ソヤさんのところに今から励ましに行きますので、もうちょっとしたらカメラが切り替わるんじゃないかなと。あ、裏も言ってた。はい、まあ熊五郎さんもね、草場の陰でこれを見守っておりますので、さあもうちょっとしたら、レッスルワン、取締役がですね、ちゃんと社長として、そのハイカの選手を激励に行くそうでございますので、行ってみましょうか。行きますか。はい、さあもうついてるはずです。なんかぐったりしてますね、2人とも。なんか本当力尽きてますね、二人とも。で、そこに社長が行くわけですね。寿司さんがおもむろに重い腰を上げました。ああ、来た。なんか持ってますね、カズさんが。すごいじゃん。いいね、レスラーのマーク、これ。自分のファミリーを持ってますね。なんで選手の激励行くのに自分のファミリーを連れてってるかね。はい、ハリネズミ1号、ハリネズミ2号がなんかポロポロ落ちてるな、何なんだあれ一体。本当の意味の資格だと、ハリネズミだけに本当の意味の資格ですね。刺さりますからね。目に入れても痛くないっていう。はい、大事なファミリーだそうです。そうなんですね。はい、今寿司さんにちょっと手に持たしてますね。やばい。大丈夫。なぼってますよ普通に。本当。うん、これ激励でもなんでもないよねこれね。ペット自慢。そう、ペット自慢だよねこれって。まあ確かに動物は数字持ってますけども。ソヤさんにもこれこの単なるペット自慢じゃんこれ。可愛いって感じ。まあ可愛いことは可愛いですけども。あ、けどこれでなんか二人の間刺さった、痛い。
で怒るとやっぱ刺すらしいんですよ。本当ですか、怒ってないと刺さないんです。でも寿司さん手なずけちゃってます。なんか落ちてますね、丸いものが。どこですか？いや、僕から、僕の口からは何も言えないですけども、はい。ハリズム動かしました。もう寿司さんどうやっていいか分からないから、ただただ固まってそう、リアクションのしようがないですね、寿司さんね。で、そのリアクションがない、動けない寿司さんの背中で、手を拭くという寿司さんですね。あ、ちゃんと、はい、お始末しております。俺の手に、俺の手に、俺の手に、寿司さん、ね、顔がおかしい。いや、そう、喜んでいいのやら、なんだかわかんないけど、お父さん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 、寿司さん、普通に置けばいいのに、寿司さん、なんでずっと持ってきたの、これね。どうしたんですか。普通に下に置けばいいのに。どうしたんですか。ずっと持ってますね。どこ行こうとしてるの。あ、置く、あ、ようやく気づいた、ようやく気づいた。それでいい、それでいいです。デリウンチだから。だいぶ落ちてますけど、なんか、あ、寄るな、寄るな。もうドミノだか、あの、排泄物なのか、分かんなくなってきましたね。動物はこれがあるからな。やめろとも言えないしね、これね。方向変えようとしてます。方向変えようとしてます。ああ、ドミノに、ドミノに近づいてる。ドミノに近づいてる。クリックしてる。危ない。倒される。どうするけど、これ叱ることできないしね。あ、こっちはもうこっちの方でもう頭いっぱいです。もうドミノのことなんかかばってらんねえっていう、社長励ましに行ったはずなのに。あー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 、倒しちゃった。止めないと。今日ね、これ止めようとしても針なんで、止めないと。そう、方向転換できないんですよ。ああ、自分から方向転換した。あ、よかった。よかった。また打ちた。また打ちた。おしっこした。あ、びきょう。あ、また倒した。また倒した。突進してるな、突進してるな。この針ネズミ何なんですか。ドミノ倒しに来たんですか、これ。いや、怖いですね。怖いですね。不測の事態が。ちょっとこれどうします。これあの社長はなんかあのいろいろこう始末するので頭いっぱいですけどもね。いや、そうですね、うん、ああ、やばいじゃないですかこれ。いやあ、あ、突っ込んでった。あ、大ダメした。ああ、大ダメした。ああ真ん中、ど真ん中に入ってった。ど真ん中に突進してるよ。突進した。何してんすか。おい、これ誰も止めらんないですよね、これね。ハリネズミが、あ、こいつもやばいな。あ、2匹とも来ちゃったこれ。あ、じゃあそろそろ連れて帰ってもらっていいですか。ちょっと、これ社長なんとかして、これ社長しか収集つけることできないですよね、これね。あ、でも帰ってきたんですね、上のやつは。あ、違うかなんか、あの、意思を持って倒してますよね、この2匹。終わったか。あー、ようやく。ああ、よかったよかった。あ、まあそんな大きな被害にならなくてよかったですね。バイバイ。ちあの曽谷さんの顔何してくれてんねんって。いや、それはあったでしょ。これ励ましじゃなくて完全に邪魔しに来てるじゃないですか。はい、頑張ってね。去ってきますね、社長。あ、立ち尽くしております。曽谷さんが立ち尽くしております。それはあれですね、この子一気に来ましたね。はい、試合してハリネズミ刺されっていう、むちゃくちゃな。なおかつ心に怒れないというペットだけに。泣いてるんですか。曽谷さん泣いてるんですか。曽谷さん、ついに。やばい。いや、今涙落としてましたね、今明らかに。そうでした、そうでした、そうでした。よかったよかった。まあまあまあ、それほど大きな被害じゃなかったんで。そうでしたね、あれですけどね。よかったです。いやー、けどあれですね、このさ、ドミノ並べるときはハリネズミ持ってきちゃダメですね、やっぱね。あ、曽谷さんも持ってきちゃダメですね。曽谷さんなんか文句言ってますね、曽谷さん。やめろよ、もうええて。これ手拭けて。ええわ。よいしょ。見た方がいいし。いや、もう見た。何やってんだ、この二人は一体。いや、よかったよかった。とりあえずよかったっすよ。よかったんすか、これって。はい、
じゃあ、はい、やっとこれで、まあ、落ち着いてもういいんじゃないですかね、これは。まあ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 、これ以上の展開はないですよね。もうこれティッシュ、あのうんち拭いてティッシュを、はい、誰が処理するんですか。まあ、それはもう二人の間で話しつけてください。はい、そうですね。はい。あ、映った。あれ、寿司さん。おさんさん、こちらご覧ください。あ、本当だ。あ、寿司いる。いや、じゃあ、組めよってやつですよね。なんか結構だらもうさすがにもう20時間近く曽谷さんずっとこれやってるんで、結構だらだらしながらやってますけど、一応まあ並んでますね。まだいるのかしら。でもこれで全然組む感じがないんだ。全くないんですよこの2人。でもすごい なんかさ、あのカゴとかに鳥をこう入れてさ、でも全然交わらない動物とかでもあるから、ね、なんかそんな感じかな、こんな狭いところで何で交わらないかまたありますよね、それで、あ、いた！うわ、仕掛け人がいた！ちょ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 、一番危険、一番危険な人出てきた。お前何してんだよ、一番危険な人。危ない、なんだよ。とりあえず何なの？何してるの？危ない。ドミノ倒れる。なんでドミノ？なんでドミノ？ドミノ。なんでドミノ？罰ゲームがあなたの指令じゃないですか。何言ってんだよおめえこの野郎。なんでドミノ？本当さんの指令じゃないですか。この人本当にひどいですね。この人本当にひどいですね。やったんだぞまずその前によ。文句の前に言うことあんじゃねえのか？わざわざ副社長の身分である近藤様が。お前のためにここ来てやったんだぞ。ほんま、近藤様は天使のような人やで。もう練習生と同じこと言ってる。なんだよ。洗脳されてんの。違う。まあ。今日は、もうそろそろ時間経って疲れてるだろ。まあ、もう寝てないよ。だから、応援団を呼んできたから。応援団なんで寿司さんが応援団お前らを応援する人を呼んだんだ。すでに臨戦としてたんですよ、寿司さんは。誰がいる？誰がいる？誰がいる？違う名前わからない。誰それはいいです。何をやったのよ。呼んでくれよ。おい、来てくれ。ミュージックスタート。すげえぞ。お前らドキモ抜くぞ、お前らやろ。すげえやつが来るからな、今から。マジ？ちょっとこいつの応援はすげえぞ。どうすんだ？応援だって言い放りますね。応援どうすんだよ。怖いね。やってほしい？またそれ言って。こいつの応援はすげえぞって。いらない応援を。参加しろよ、お願いしろよ。お前らが俺しろ。関係ない。お前。これがお前のものの態度か。お前もだよ。頭下げろよ。関係ない。あ、じゃあ帰ろう。帰ってきますね。こういうことはしたっていい。じゃあお願いしろよ。じゃあこれは笑わせてんだか。お引き取りください。知らないと。すげえだろっつって。関係ないのね。全然関係ない。レッスルバンドに行くじゃん。一緒にわけでもないのに。一緒に頭下げてますからね。これすごいな。レスラー2人が番組揃えて土下座してますよ。しかも曽谷さん全然あの寿司さん何も関係ないのに。すげえの見せてやってくれ。おい、待て。こいつはわざわざこのためだけに一日も昨日から特訓して覚えたダンスがあるんだよ。それを今見せてやるから。よし、踊ってないか。大丈夫か。行け。ダンスできねえだろ。おい、本当やめて。
やめよう。本当もう本当にちょっと冗談で羊じゃないですか。一応寿司だ、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 寿司だか寿司だかわかんないですけども。そこでやってくださいよ。トミの跡地です。いけいけ。危ない、マジ。危ない。さん、何をしたよ。まあまあまあ、初めての動きは、トミヤの。キントリが来て、嫌がらせに甘えてくれないのやつだね、これね。それだけは許してください、みたいな。まあ、兄貴がそこにいるだけ余計にね、そういう図式ですよね、これね。ね、だからベアが、なんか鉄砲玉みたいな。はい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 。頑張ってるから。足元が復活から持ち上がっているの。お前何だと思ったんだよ。ピエー、ピエー、おい、動け、動け、お前動け。下下下下下下。ピエーか。なんか、ピエー。危ねえ、危ねえ。ピエーか。よく分かった。クミチーム、クミチーム。おい、リカ止まった。もう。待って、待ってますけど。来ていただけなかった。ちょっとどう止めんだこれ。一回ストップ、一回ストップ。止め方がわかんねえ。お前止めた時なんかボタン押せ。これだ。よしよしよし。止まったか？止まったか？止まってんのか？どうしたどうした。なんだよ。待ってたんですけど、来ていただけなかったんですか？いや、だからじゃあ説明してやるよ。これだな、お前を助けるかどうかっていうのはな、この見てる俺の射程度も聞いたんだよ。アンケート取って。で、そしたら、助けないの2択。助ける、助けないの2択でな。助けるが 35%、助けないが 65%。で、助けないになったんだよ。やっぱこう、俺の射程どもは俺とこいつがゲームやってるの見たい。でも手伝ってあげようよっていうコメントも来ましたよ。やっとかよ。いやこいつはでもその10人いたうちの3人だからな。そういうふう顔ちょっと顔カメラのカメラのカメラに向かってアピールしましょう。そしてもしかしたら次アンケート取ったらもしかしたら増えるかもしれないか増えるかもしれないんで、かわいそうな、お前の疲れ切った顔をもう、皆さん訴えましょう、訴えましょう。本当に手伝わなくていいよってコメントがすごい出てくるんですけど非常にあすみませんでした。それが最後までちゃんとやれっていう、すごいなんでここで止めたなんだ。そして、立花先輩。あ、先輩じゃねえお前また、またお前ふざけたじゃねえか今お前のな、いつもな、そういうな、すごいな、なんつ手のひら返し、俺は何度も見てきてるよ、ね、おめえとロケをしてきて、そうね、何度も何度もやったよ。先輩ではない。今回に関しては本当に精神につながる状況だったから、そろそろ。じゃあ分かった分かった、
今のお前のその顔と打てた、ね、まあ、一応お前がお願いしたわけだからな、それを見てアンケート、さあアンケートタイプって書いてるよ、よしよしよし、これでどうなるかだよ、そうだね、助ける助けないやっぱり助ける、そろそろ助ける、そろそろ助ける、やっぱり助けない、あー2択ですね、これで俺の射程の方が、そうですね、あのアンケかわいそう、まあ、だけどこいつはボンバーマン対決を見たい人もいますからね、ボンボボンバーマン、むしろ邪魔をしたいとかもあるんですけど、どうしますこれ邪魔をしろとかもあるんですけどそれはもう鬼畜すぎるんだろもう許してやれよ、ああさあそろそろ見ますか、そうだな、よし、さあどうだ、ドン、おお、やっぱり助けない 56% 残念やっぱり助けない 6% 負けない、ほんとみんな助けなくていいですか、これボンバーマンの続きに行きましょう。ボンバーマン対決継続で。まだ。うわ、惜しい。まだ。まだ。お前なんで。お前邪魔だよ。本当に邪魔だよ。本当にもう。そうだ。見えない。見えない。ちょ一回トス止めろ。止めろ。まだ見えない。止まん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 ない。なんだよもう。ポーズ。一旦ストップ。死ぬ本当にやばい。また来たそりゃ。もうなんだよ。俺さっき。俺が止まらない。さっきお前のスーツ。いつの間にジャケット着てる。どうした？俺が止まらないんですよ。じゃあお前。さっきお前の。お前のお前ゲームに出てきたぞ。同じチームのやつがなぜか俺を殺したんだよ。お前だろやってたの。三度目。運動会本当にもう手が震えちゃってるんですよ。さまよう恨み。そっちの手全然震えてねえじゃん。いけないじゃん。なんで右手だけそんな震えてる。おかしいだろ。ドミノ起きすぎて。アルチューみたいな手になってるぞ。こっちはもう。それは震えになってしまった。失礼してしまいまして。泣きの三度目。あ、アンケート三度目やってあげたらって感じよ。じゃあこれ本当にこれラストだぞ。3度目、ラキの3度目やるんだ、じゃあ、まあまあ、じゃあもう一回俺の射程どもに聞いてやるよ、うん、これ見てる俺の射程どもに、これでも逆にもう下がったらどうすんだよお前パーセンテージなんでちょっとお前ラブポーズっぽいこれ下がったらやばいな、これ下がったらお前もうどうしようもねえぞ本当に悪化したってことだね、これ本当に視聴者にどうすんだこれ本当にアンケート、パッツパツ、そろそろお願い、本当だよ、本当にお願いします、そうだな、助けないとなって、これ助けるまでずっと妨害に来るぞ、本当かよ、お前嘘つきゴリラって嘘つきゴリラってひどすぎだろ、許してやってって感じだと思います、見ますか、じゃあせっかくですから、もう見ましょう、アンケートね、よし、せーの、はい、おお、助けるが 56%! 逆転した逆転した逆転した、ふざけんなよ、ようやくあの 6% ぐらいで動いただけど、お前これで上行ってお前本当手のひら返ししたらすごいぞすごい本当によ、これでお前手のひら返ししたら本当にすごいぞお前、もうその余裕はないんだよ、慈悲が下った、もう容量ももう本当にみんなに、みんなに両親が残ってきた、あ、先輩倒れてます、じゃあ助けに行けばいいってこと、みんなで、まあそういうことか、じゃあ後で行くからよ、一回締めないといけねえから、行くんだったら絶対来てください、行く一回締めないといけねえから、お前よく俺のこと疑えんな、お前俺がされたことお前忘れてねえだろうな、お前がやってきたもん、めっちゃ嫌いだよ、本当にふざけやがって、何もしてない、何もしてない、よく言ったらお前、何で何もしてないって言えんだよお前、とりあえずお前行くから上行っとけよお前、本当ですか、行くって、行くよ、わかりました、じゃあ最後のお前その顔見せてよ、お前その顔一回見せろ、異常だろもう顔が、なんで裸のジャケットなんだよ、なんで裸のジャケットなんだよそれで誰のジャケットなんだよ
結構パンパンさんちっちゃかったから違うやつなんですよ。ジャケットに着替えてきたのかがわかんねえ。あれか、一応清掃的な感じなのか。誠意でしょ、誠意。ゴリラじゃねえかよ、考えが。謝るためにわざわざジャケット着てあれしたんだね。もう考えがゴリラだろ、もう。じゃあとりあえずジャケット着りゃいい。今もうちょっと血のあるゴリラだよ。ちょっと血のある。じゃああれか、とりあえずゲーム中断して助けに行く。助けるに 56% 来たから行かない？あえて行かない？まあ行くは行くけど、もうちょっとボンバーマンやるか。もうちょっとボンバーマンやりたい。まだ一応途中だしな。あーなるほど。どっちが今の試合で優勝したらとりあえず一回考えるか。そうだな。だ今ポーズだもん。今ポーズしてあるから。そうだな。よしよしよし。レスローは裸にジャケットが清掃なんですよ。俺は裸じゃねえからちゃんと前シャツあるからな。ちょっと恐ろしすぎる。ちょっと待って、お前恐ろしいだろ。それはやばい。お、勝った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 。ちょっと体にドリルをめり込まれてる。ドリルやりすぎ、ドミノが体についちゃった。恐ろしすぎだろ。私はいつまた来た。また来たぞ。半裸ブーってむちゃくちゃブー動きてるぞ。でも来るって言いましたよね。行くから、行くって言ったでしょ。しびれを切らした。ドミノ怪人。ドミノ怪人。わかった、助ける、助けて。逆にちょっとこの後どうなるのか見てみて。ここでもじゃあすぐ助けに行くと。あ、もうじゃあ分かったよ。後から助けに行くよ。開けて取ったりちゃう。今助けに行くのか、すぐ助けに行くのか、助けに行くのか、今一緒にお前と一緒に上行くのか、もうちょっとしたら行くのか、それアンケート取るから。すぐ行くか、助けには行くよ。助けには行くから。じゃあアンケート取ろう。後から助けに行くか、すぐ助けに行くからね。ちょっとふざけてんだお前。それ、今ボンバーマンか。誰がやったんだよそれ。もう今助ける、後で助ける。むちゃくちゃセロハンテープで貼ってたんじゃねえか。ドミノの呪いです。ドミノの呪いが、ドミノの神に働きました。ドミノの神に。ドミノの呪いだって聞いたことねえよ。ドミノの神に助けてください。ドミノの神に。しかも全然今手震えてねえじゃねえかあいつ。さっきあんな手震えたのに。そうだな、あれ準備なかったんだよ。頭下げて、頭おじきして。怖すぎだろ、もう。もう助ける気がないぞ。お願いします。本当に限界です。よし、じゃあ後で助けるが 75% だから。今助ける24%。後で助けるが 今じゃない。今助けるのは今じゃない。今じゃない。後で、今じゃ俺らの、俺たちの呪いを解いて。じゃあ助けに行くから。呪いの時に後でねって書いてる。後で先にボンバーマンがあって、先にボンバーマンの見たいやつがいいんだよ。それをレスラーはやっぱほら、お客さんが見てえの見してやんねえと。な、射程、俺の射程が見てえっつってるから大丈夫だよ。ドミノに侵されますね。体がドミノになってきちゃってる。もう体がドミノになってきちゃってる。やばいよ、どうしようやばいな。助けてください。ドミノの呪いが、ほら、助けないとは言ってないから。そりゃ落ち着けて。もう待てません。お願いします。行くから、絶対行くから。お願いします。行きよ、お前。もうもはや張り手でないから出てくる。もうおかしいだろ、あいつ。なんだ、行かなきゃいけないか。後で助けに行くの時間か。あ、運営さんがもう一回ゲームやって助けに行けと。ガチで助けに行けと、はい、だからもう戻ってきてやな、また。まあ、一ポイントただし。あ、接戦だから、とりあえず助けに行かないと。戻ってきてやればいいのか、もう一回、ね、だって後でって言っちゃってるからな。まあそうだな、うん、まあもうあれから30分ぐらい経ったのもう筋肉もやり始めちゃってるからな。あのドミノゴリラは上で何やってんだろうな。ドミノゴリラ仕方ねえな、ほんと。あとで助けに行こうね、実行しないと。よし、行きましょう。
残りだ。さや。おい。さやって。おい。一応終わってんだ。一応終わってるじゃん。これ真っ白だけど人間こんな白くなんだこんな白くなんでだろ。24時間飛びにやったら力石通るけど明日のジョーの力石通る。しかも椅子もちょうど、危ない大丈夫かこれ。助けに来たけどな、一応な。まあ一応来たわ、来たしな。まあでもまあ来た、助けには来たからな。間に合わなかったな。まあ、仕方ねえか。間に合わなかったな。じゃあ、これ出した。よいしょ。ボンバーマンやるか。ボンバーマン。まあ、これはもう仕方ねえな。はい、残り30分でございます。河野さん、23時間30分、はい、はい、進んでおりますけども非常に眠いですと。まあそうでしょうね。全然寝てないんでしたっけ。そうです、頑張りましたよ。私は河野様でございます。いや、しかも明日試合だというのに。そうですよ。体だけ変調きたさないですか。いやいや、もう変調きたすんじゃないですかね。ですよね、明日ね。もうやばいですよね。はい、まあ、皆様のおかげをもちまして残りあと30分となってまいりました。いや本当に30分ですね。はい、いや最後お付き合いいただいて皆さん本当にありがとうございます。しかし夏と比べると本当に今回はいろんな出来事があって、いやだから結構内容濃かったですね。いやだから縦軸1個あったからですよね。24時間で何かやるというこのドミノがあったから、はい、そして今最後のドミノを回収しに行かなきゃいけないというね。そうですね、あそこに置きっぱなしするわけにいかないですからね。そうなんですよ、片付けに行かなきゃいけないんで、はい、でもせっかく倒あの立てたから倒そうという、うん、意見もありましたので、うん、倒す倒さないアンケート取りますか。そうですね、はい、はい、もう民意に従いたいと思います。そうですね、で倒さないって言ったらもう上でもう知らん顔して、このままで終わるのが美しいか、それともやっぱり倒すとこ見たいかの、はい、いや本当に、はい、これね、倒す倒さないドミノがね、うん、ソヤ君は真っ白く燃え尽きてました、ね、もう使い物にならないですね、ソヤさんは。いや多分心が、一人ではもうダメだったでしょうね。ダメだったでしょうね、要はあれは諦めの境地に入った描写ですね。そうですね、だから助けてくれっていうのをもう体で表現したってことですよね。いやけど途中のあの何でしたっけ、ドミノなんだっけ、あれドミノマン、ドミノマン、あれ怖かったっすね。そう、人間追い込まれるとああなっちゃう、やっぱ支配されちゃうんですね、ドミノにね。倒さないつもりだったっていうか、まだ多分今、最後のドミノの間を抜いてるんですよ、はい、何個か。ああ。あとそこに何個かはめて、ね、要するに一気に倒れちゃうと、はいはいはい、全部つなげてやっちゃうと、1個倒れたら全部ひっくり返すけど、はい、何個中抜きにして、うん、ここまでしか倒れない、ここまでしか倒れないってパーツの間に入れて、最後完成なんで、うん、多分その作業をちょろっとやって最後みんな倒すかっていうことなんですよね、うん、これがグランドフィナーレであれば、はい、今すぐにみんなでやりに行って、うん、30分以内に完成し、はい、みんなでどうなるか見届けたいと。なると、まあせっかくね尊い一人の命の引き換えですから、いい形で終わらせたいですからね。いやいやいや、うん、まあまあまあ、ね、アンケートの結果次第。アンケートの結果です、はい、じゃあ見てみましょう。はい、ドン、はい、やっぱ倒す見たいと。ただ4分の1の人は倒さなくていいって言う。本当だね、この4分の1かったらもうどうでもいいと思う。もうどうにもに関しては。そうですね。いやー、分かりました。じゃあミーは、やっぱり倒すとこ見たいという方が圧倒的だったので。そうですね、だからそれを、はい、その意向を組んで、我々は引き継いで、意思を受け継いで。引き継いで。というかまあ、それもやれと。うん、真っ白くなったら洗ってやれと。洗ったらなんとかなるんですか、あれは。人工呼吸して復活しろだ。復活すると。ザオリクトナイトあげるから。ああ。復活して。あれはあの時点での、ソヤさんの心理状況の描写ですよね、あれはね。そうですね。はいはいはい、助けてくれと。はい。なんとかしてくれという、もう、あれを多分体で表現した結果があれだったんですね。まあそういうことですね。はい。はい、じゃあ、倒しましょうか、じゃあね。そうですね。だから最後、みんなでやって、はい。倒して、で、最後降りてきて終わりっていう形が。綺麗ですかね、美しいですね、それがね。音来ましたか。はい、音来ました。
最終段階ですね、これはね、せっかくここまで並べたのであれば最後ちゃんと豪快に、倒して終わろうということで今もう残りもう20分ぐらい来たんですが、みんなで手分けしてやっております。そしてあそこに先ほどまで灰になってた方が蘇生いたしました。灰になってもまだ続けたいというわけでございますね、これはね。死して屍拾うものなし。そうです。死して屍拾うものなしが本当そのまんま、はい、今展開されたわけでございますけども、本当24時間近くずっと曽谷さんはここでこの作業を繰り返していたわけですね。これ今、はい、この辺りをかっこわって蹴ったら、いやまずいですね。超まずいですね。超まずいです。だから僕はもう近づかないようにしてますけど。もう今、はい、行こうか行く前からすげえドキドキして、はい、僕は距離を取ってますから。怖い怖い。本当怖いですね。いやしかし一度灰になった真っ白になった人間が蘇生してまでこう並べたくなるっていうぐらいですから、いや相当やっぱ曽谷さんの執念はねすごいですよ。そうですね、ええ、そしてあそこに何かよくわからない国ドミノまでできているというこれは何なんですか。あれは何なんですかね。あれはね、これは何ですか。それはこれはレッスルワンタワーですね。レッスルワンタワーかつて専門誌に乗ったノアタワーではなくそうです、レッスルワンタワーを混入してるみたいですよ。本当は正面から撮ってほしいですよ。これ正面ってこっちの、そっち、そっちまでは。じゃあそれこっち向けですよ。今からこっち向けて。向けると崩れちゃいますね。向けると崩れるんだ。ああいうこう余計なものまで作るぐらいみんなもう気合が入ってる。そうですね。いやこれやべえな。まあただこの番組自体がもう20時でね、はい、もう枠がブツッと終わるので、何をやってでももう20時前には終わらせて、はい、まあその20時になった時点でこう全部倒れてると美しいエンディングですよね。そうですね。はい。ご覧の通りちゃんとレッスル1の W という文字になってますね。色はいろいろ混ざってますけど、はい、いやしかしまあでもなんだかんだでこれ成功したらですよ、あれほどいろんなあの手この手を使ってね、その邪魔していた副社長の思惑をちゃんとこうね超えて、そうですね、団結力の勝利ということになりましたけど、ね、成功に近づきました。ああ大丈夫ですか。やばいですね。いやー本当に。とんどころさん大丈夫ですか？なんとか。なんとか。まだ大丈夫。いやー。集中しろーな。そうですよ。とんどころの踏ん張りどころですよ、ここはとんどころさん。はい。ここで兄貴がはじめさんをガシャンと押してみたいなことをやったらもう。そしたらもう終わりです、終了です。やばいですよね。兄貴それだけやめてくださいよ。兄貴やめてくださいよ。あも筆の誤りですね。スイさん帰っちゃいましたよね。スイさんは。どういう気がついたら帰ってますね、スイさん。いや
あと何分ですか。あと15分ぐらいだ。あと20分ですね。20分ありますか。はい、なんとかなるかな。ちょっとみんな音だとドキッとする。ドキッとした時の音がドキッとする。なんでやるかという原点に戻りますか。その質問しますか。まさかの検査まで手伝う。いやいや、僕も手出さない方がいいと思ってたんですけど、そうも言ってられなくなりました。はい、これね、これに終わらせられるのがないですからね。大田区がかかってますからね。大田区かかってたらもうやめてられないです、うん、いや一応ほら、期間、大田区成功期間ですから。ああ、デスロードは俺じゃない、これはめたんじゃない、これ大丈夫か、これもういっか。あれ大丈夫大丈夫うんよし、あ、くそ、これこれ今、全国の視聴者さんは、プロレスラーの皆様が一生懸命ドミノを並べてるとこただ黙々と見てるってことですね、これね。俯瞰で、はい、はい、ああ、ああ、ああ、やばいか、やばい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 、ギブアップか。ギブアップだけはしたくないですよ、コムさん。私まだ近藤副社長やってきて。なんで近藤副社長。ああ、ねえ、おお大丈夫ですか、半藤さん。やばい、焦ってる。そうなんだ、焦るよね、やっぱり時間が焦って落ちちゃうよね。リアルにうつの後遺症で手が震えるから手伝えないんですよね。何の起伏もない映像をちゃんと視聴者の皆さんが見てるってことは、ちゃんと最後まで倒れるとこ見たいがために今ね、はい、多分コメントでを通じてみんな応援してくれてると思うんですけど、今頑張りますか。応援したら見ないでおたくやってますけど、そうそうそうだけど、今プレッシャーでコメントを書き留めることが唯一の特典なのに一切見ない。さあすごいぞ、どんどん強くなってきた。ちょっと想定外のエンディングになりそうですね。あ、うまい。あ、兄貴大丈夫ですか。よし、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 レスワードはレスワードだよ。うん、その辺は結構。じゃあ俺、ワン。ワン。俺できたワン。ワンができたワン。僕できたワン。え？ちょっと。青いやつ。青いやつ。ああ、これピッチばっかり。あの、それそれそれ。色ないじゃん。それそれそれ、それくらい。これやばい。あれか、早くなるよ、方法。じゃあそれ後ろから今当たってるよ。はい、当たってる。それ見たこれ。そこね、つけないの。あれ、この早く並べるアイテムいる？早く並べるアイテム。はい。あ、多分先生アイテム使った方がいいです。この早く並べるスタイル。とりあえず大丈夫です。よし。行きます。あと18分です。あと18分、はい。18分。いやー、一番来ます。緊張感溢れてる。そっち側か。ただ、人生ね、諦めの感じ。うん、全部。ダメなものはダメ。何をどうしようとダメなものはダメ。やばい。
張感のある、ありますよ、緊張感のある絵です。いや、どうなっちゃうんだ。この辺結構大変してますね。あとはどこ、あー、そこはちゃう、そこと、空さんのとこと、ここはもうちょっと、じゃあじゃあ足をちょっと押さえてください。これはなんですけど、不安で端っこに乗ってると、あ、傾くと、はい、ラジアントでガッシャーに乗ってるんで、すいません。あ、これこういうところどうやればいいですかね、これ繋いだところ。皆さん、あと15分でございます。ということは、5分ぐらい前に終われば収まりますかね。もっと早くなってますですから。人に戻って閉めることも考えると、そうですね、あと5分ぐらい。あと5分。じゃあ、実質あと10分で完成させなければ。すみません。それじゃあ今日、三浦君が5分延長を押さなきゃいけなくなります。延長できないんでね、あれ。できないです。そう。別枠になっちゃうから。24がマックスだ。そう、24分がマックスだから、もう絶対に8時に終わらさなきゃいけない。まあ、それか別枠でもう一個今から別枠は結構大変で、そうか、はい、視聴者さん、ただこれも、まあ、理想は53分ぐらいにこれがスタートできたら、これはすごいな。最悪こうデデデデデってなってるところで8時ぴったりになっても、下でやる作業はもうない、そのまま切れるってことだからいいんですよね。ですよね。ここからは本当にミスは許されないですね。とりあえず55分ぐらいまでやりましょう。兄貴が喋らずにやってるところになんかすごくリアリティがありますよね、これ。よっしゃ、そっち OK、そっち OK、 兄貴のとこ OK、 ここのダブルはできたぞ。はい、孫翔さんのとこはどうですか。あ、もうちょっと、もうそろそろ、はい、あとここですね、はい、足元ご注意ください。人にもう託すしかないですね、これ、はい、下手になんか手出すのもあるんですけど、崩して先端が一番辛いし、辛いですね、ここで崩した人には本当罪人扱いですね。実は楽しみだ。自分のところの作業を終えたりしたら極力距離を取った方がいいですね。やめろ、ここはやめろ、ここは。
これ伝説して果たして伝ってかどうかわかんないですけど、とりあえずめちゃくちゃな緊張感です。そうですね、すごいことになってますね、これ。ちょっと今日本日のこの24時間中で最大の緊迫感が今マジで進んでおります。あれほど先ほどまでワーキーを騒いでた選手の皆様は一切言葉を発さないことができる大人のシャレにならない緊張感がありますね。そうそうそう、なんか違うんですよ、こんな感じがしますね。悪口を言うだけで連行される国に気をつけろ、気をつけろ。さあ、49分です。お、49分になりました。理想はあと5分です。いや、緊張感あるやべーす。かといって急ぐとあれなので、あの逆に人があまり密集すると危険も出てくるので、はい、詰まってきたらもうみんな避けて一人任せた方がいいです。ワニワニお任せしてね、はい、あとそこだけでしょ。本番ガシャガシャっていくときに、はい、あそこからスマホでちょっと後ろの向こう側のあたりから撮っていただくと、流れてきたのがこうザザッと撮れると思うので、はい、できましたら、はい、床ベタぐらいのところを一気に、はい、スタートはあっちが、はい、あ、こっちなんですかスタート、あっちがゴールなんです。終わりそうですか。気をつけてね。変に緊張すんな。いや、そうでしょうね。兄貴が全然喋んないですもんね。スタート OK。スタート OK ですね。はい。なんとも言えない緊張感があるな。そうですね。表現で違ったい緊張感です。もうや、立ち回るとか最後。ここが最後。あと各自、各ポジションをチェックして決めてるところ僕が変わんないです。残り2分、はい、やべえ。ここだけやればもうここが一番怖いな。折り返しになってるところが、はあ、
そいこ、はい、よそおぉ、ね、よし、オッケー、はい、さあみんなこちら、はい、皆さんこちらへ、よっしゃ、おぉ、よし、椅子元持ってきてやがる、じゃあ、うわぁ、間に合った間に合った、うわ、息が詰まるぜ、スタートあっちだろ、はい、それでは、そやさんスタート、いや、僕たちは死んだの、え、そやさんしかいないですよ、ここは立場でやってくれ、行け、ワイルド、行きますか、いや、ワイルド、なんで、ここはこの子に及ぶ、最後はもうというか、おい、枠に入んないぞ、罰ゲームだ、もうちゃちゃってやっちまう、そうですよ、何のために23時間やってきたんですか、行け、行け、さあ、行くんだ、行くんだ、決まったらどうすんだ、いや、それはその時、その時、とにかくもう時間内にやらなきゃいけないからやりましょう、これはもう、キン肉マンスタンプラリーでやります、よし、行け、行け、誰でもいいぞ、もう、誰でもいい、押せ、よし、この青、よし、行くか、行きます、行くか、さあ、3、2、5、できた、あ、ちょっと、できた、はい、おー、あ、はははははは、あ、いったいったいった、おー、頑張れ、いけ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 、おー、いけ、いけ、おー、全然繋がんなかった全然止まってない、うわー、間に合いました、でこう、こう見たら見えるな、そうだな、倒れて見たら見えるな、あー、大丈夫、間に合いました、あと30分で肩が終わります、間が終わります、はい、はい、撤収、撤収、あー、撤収、撤収、撤収、いいんじゃない、なんでももう、いや、もうこれはなんでもいいんじゃない、え、番組はこのままもう終わりね、はい、はい、終わり、はい、はい、河野さん一応手振りましょう、ありがとうございましたと、これで番組向かって、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、そういうの立場で肩組んでやってみて、はい、はい、そやさん、最後は、最後は一緒にございました、よし、みんなむちゃくちゃ顔疲れてんじゃねえか、本当疲れてますね、そやさん達成しましたよ、そやさん